1987年から1997年、コミックバーガー、コミックバージンでライカ連載。1991年から1997年、月刊少年ガンガンにてドラゴンクエスト列伝、ロトの紋章連載。これは作画担当になります。1998年、月刊少年ガンガンにてカラーメイル連載。1998年から2000年、ウルトラジャンプにて副陣長機関連載。1998年から2005年、NHK 出版より最勇気連載。2001年から2002年、月刊少年エースにて気分はもう戦争 2.1 連載。これは作画担当になります。2001年から2006年、月刊少年ガンガンにてドラゴンクエストエデンの戦士たち連載。2004年、ガンガン YG にてドラゴンクエスト列伝、ロトの紋章リターンズ連載。2004年から2020年、ヤングガンガンにてドラゴンクエスト列伝、ロトの紋章、紋章を継ぐ者たちへ連載。これは作画担当になります。2007年から2008年、月刊少年ガンガンにて精霊の守り人連載。2008年から2011年、月刊コミックリューにてラブシンクドリーム連載。2011年、コミックアーススターにてレコード連載。ゲームキャラクターデザイン、エルバンディアストーリー、天地創造、グランディアエクストリーム、46億年物語。以上が藤原かむい先生の主な作品になります。